歌川広慶とは、江戸時代後期の浮世絵師。歌川広慶筆、青物魚軍勢王合戦の図版元、辻岡や文介歌川広重の門人。家政として歌川を称し、後継と合した。別号日曜祭。井上和夫によると根拠は不明だが、広重の弟子で、安政から慶応にかけての頃、 大二西絵、江戸名所道家人三十一枚揃いなどの作を残しているとしている。後継の画号と楽観の広氏の字が広重のものと似ていることから広重の画系に連なる絵師と考えて問題ない。現在確認されている作品は六十五点。いずれも大二西絵で、半本、すり物、肉筆浮世絵は確認できないという。実作品の会員を見ると、 作画期は安政6年正月から文久元年8月までのわずか2年8ヶ月で、その多くが安政6年と万円元年の2年間に集中している。なお、江戸名所道家人は実際には全31点ではなく全50点に目録1点をつけた全51点の揃いものである。江戸市中の事件や触れ書きなどをまとめた藤岡や日記の十一巻によると、 文久3年11月22日に後継に対する広告有志を名乗る者からの張り紙があった。内容は後継が安政6年に発表した青物魚軍勢王合戦の図は前年に流行したこれらと将軍軽視問題を題材とした世相を示しており、さらにこの図や諸国の城の絵などを横浜の偉人に送った不穏なものであるとして後継を休断し、 江戸市中の家主に対し後継の住所を知らせるよう、訴え、隠せば同罪だという。後継の短い画業も、身の危険を感じての行動とも取れる。なお、明治3年から同7年に活動した、詳細一継と同一人物とする説もある。実際、一継の、東京名所36議選は後継の、江戸名所道家人を、 明治時代に置き換えた作風で同一人物でもおかしくはないが、これを裏付ける資料はなく、判断は難しい。ありがとうございます。